はい、皆さんこんにちは、ワインの人でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたしますというところで、本日飲んでいきたいのは、こちらゾーニープロセッコでございます。でこちらの、スパークリングなんですけれども、例のごとく成城石井さんに帰り寄った時に購入しました。で成城石井さんがねすごい激推ししてたんで美味しいのかなと思って、買ってみました。で、成城石井さんの、ホームページを今拝見してるんですけれども、イタリアゾーニンプロセッコで、イタリア最大級のスパークリングワインメーカー、ゾーニンの商品だというところでございます。で、成城石井さんが、独占輸入で、ヨーロッパアメリカでトリプル金賞を受賞と、はい。トリプル金賞というのを受賞されていらっしゃるようです。はい。ね、トリプル金賞ってね。ゴールドメダルって1個ちゃうんかいっていうね、気がしますけど、トリプル金賞ですね、受賞しております。はい。よくある、はい、スパークリングです。で、価格がね、税抜きで、1600円、ぐらいです。はい。美味しいんでしょうというところでちょっと飲んでいきたいと思います。イタリアですね、イタリアベネットのスパークリングということでございます。でこれがね音を出さないっていうのがやっぱりいい、なんて言うんでしょうか、ワイン通ならソムリエさんならこう音を鳴らしちゃいかんみたいなのがねあるので、僕もこう目指す、ワインをねこう愛するものであれば、こうスパークリングをこうやるときは音を鳴らさないように、なるべく鳴らさないようにするんですが、はい、プスってね、これ絶対鳴りますからね、はい、もはや難しいですよ、これ。どうやってね、やってるのか知りたいぐらいですけどね。じゃあやっていきますよ、と。よいしょ。はい、泡だらけね。非常に泡だらけでございます。色というかもうこんな感じですよという、はい、色味は、こんな感じでございます。はい、スパークリングですからね、はい、白いのは白いんですけど、なんかすごい透明な感じですね。いただきたいと思います。スパークリングですからね、もうスパークリングはもう素人ですから、もう何飲んでも一緒やんけみたいな感じにはなるかもしれないんですけど、すごいフルーティーで飲みやすい、はい、女性に大受けみたいなね感じじゃないでしょうか。なるほど。確かにね、飲みやすいっちゃ飲みやすいんですけど、なんか泡のねシュワシュワ感が少ないなという感じがしなくでもないような気がしますけど、で普通ねスパークリングさ、ここがねこうシャンパンとかはねここがもうワシャ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 っていうぐらい相当泡がね立ってるんですけれど、これはあんま立たないですね。その分ちょっとシュワシュワ感がないなっていう感じはしたんですけど、で最近スパークリングをねよく飲むようになりまして、いろいろもう違いがわからんといかんなと思いつつも、たくさん飲んでるんですけど、味はね、そんな奥行きとかなんとかっていうのは特にはあんまりどれもそこまで大差ないなっていう気はするんですけど、やっぱこのシュワシュワですよね、泡のきめ細かさっていうのがやっぱ違うなって気はしますね。はい、これはね極端に泡が少ないですね。そういうもんなのかな。なんかねその成城石井さんの中でもなんだっけ、そのシャンパンのその製法瓶内虹なんとかって言うんですよ。シャンパンの作り方っていうのをちゃんとしてるっていうやつが安く手に入ることがあって、それだとねすごい泡がねシュワシュワだったりするんですよね。
そうですね、はい、瓶内二次発酵ですね、はい、っていうのが、まあ、シャンパン、独特のね、仕組みによって作られているんですけれども、そのね、シャンパンと同じ瓶内二次発酵っていうのを、合ってるんだ、二次発酵ね、っていうのをやっているスパークリングワインっていうのもあるんですよね。それはね、なんかこの間飲んだら、これよりももうちょっとシュワシュワが大きかったような気がします。はい、うん、なんでね、まあこれも美味しいし飲みやすいんですけど、ちょっとシュワシュワをね求めていた人からしたら、ちょっとシュワシュワが足りないかなっていう感じですよね。こうね、スパークリングってね、もういくらでもねスピーディーに飲めちゃいますからね、こう気をつけないといけないですけどね、ほんと。なるほど、成城石井さんのゾーニンのプロセッコはね、シュワシュワがちょっと足りないなっていう感じがしますね。味はね、すごい美味しいんですけどね。で、シャンパンのですね、ことがね、この間というか年末年始ぐらいですかね、世界遺産に、の番組で取り上げられててね、それがとても楽しかったなっていう思い出がありますね。あのね、なんだっけな、ドン・ペリニオンっていう人がいるんですよ。なんかね、シャンパンを、作った人っていうのがいて、その人がね、ドン・ペリニオンなんですよ。なんで、ドン・ペリ・ドン・ペリーじゃないですか。それってその人のことなのかなってなんとなく思いますよね。詳しくはね、もう番組見てもらった方が早いんですけど、シャンパン。はい。で、そのね、ドン・ペリニオンっていう人は、シャンパンを発明した人と呼ばれてて、もともとね、修道士だったんですよ。そのワインっていうのは、その、教会で捧げられるものみたいな感じで、ずっと作られてたっていうのがあって、で、修道士が、作ってたっていう歴史があるんですけど、その辺も私は、あまり細かくは知らないんですけど、ざっくりそんな感じっていう認識をしています。はい。ね、なのでそこもちゃんと勉強しないといけないんですけど、まあ、とりあえずシャンパンの話に戻ると、ドン・ペリニオンっていう修道士が、たまたまその人はもともとワインを作ってたんですけれども、なんかある日ね、そのワインを作ってる時に偶然その微発泡というか、なんか発泡し、なんか炭酸みたいなシュワシュワが生まれてることに気づいて、そこからずっとワインの研究をして、まあ、ワインというかシャンパンのね、シャンパンを作るためのいろんな研究をして、その人が作り上げたのがこのシャンパンなんですよね。ああ、これはシャンパンじゃないんですけど、これはスパークリングワインなんですけども。で、シャンパンを作り上げて、で、その製法を今もずっと大切に守っていると。で、シャンパンっていうのは、シャンパーニュって場所がありまして、そこで作られる、スパークリングワインのことをシャンパンって呼びます。はい。なんで、これはスパークリングワイン。なんでかというと、イタリアで、はい、作られているので。いろいろ名前があるんですよ。ドイツだったらゼクトとか、で、イタリアだったらこれのようにプロセッコとかね。で、スペインだったらカバとか。いろいろそういう名前があったりします。はい。まあ、とはいえ全部シュワシュワな、スパークリングなワインってことですね。でもなんかな、スパークリングね、美味しいんですけど、なんだかな、やっぱシュワシュワの方がやっぱいいですよね。泡がいっぱいね、きめ細かい方が、なんか僕は好きだったりするので、このソーニンプロセッコに関しては、ちょっと泡が足りないかなっていう感じはしますね。すごい余談なんですけど、今日、これ行ってきまして、こちらでございます。はい、これ、ビュールレコレクションということで、今ですね、国立新美術館でやっていまして、2月の14日から5月の7日まで、やっています。で、毎週火曜日が、休館日となっておりまして、これ行ってきました。はい。まあ、突然何の話やねんって感じなんですけど、好きなんですよね。この美術館に行くっていうのが。で、まあ、ワインとどう関係あるのかっていうのはあんまり、なんですかね、まあ結構関係あるかなとは思うんですよね。どっちもなんかその芸術性に近いというか、これはなんかね、その農作物のその芸術といいますか。はい。で、その美術館とかで見る芸術ってやっぱりね、今はなかなかそのいないというか、ね、画家ですごく有名な人も一部はいますけど、昔はなんかものすごいその流行ったといいますか、そのフランス・パリでね、その芸術が
すごい有名なその人たちが集まったりして、一大そのムーブメントといいますか、そういったものを作っていたわけですよ。でそこのね、なんか切磋琢磨している人たちの絵を見るっていうのはすごくなんか面白いなというか、やっぱね、行くといいんですよね。そのいいもんはいいというか、あの初めはね、何のこっちゃわからないんですけど、結構見続けるとね、あのすごくいいなと思うんですよ。はい。で今日はね、あのほらこういう、ルノワールさんのですね、イレーヌ・カンターベルジョ、かわいいイレーヌ、かわいいイレーヌっていうね、あの作品が、まあ、目玉ということでちょっと見に行きました。はい。これ良かったです。はい。でね、あとはこのモネね、はい。クロード・モネの、睡蓮のね、非常に有名な人なんですけど、すごいでかいね、睡蓮の。絵がありまして、それはねなんか一番最後にあったんですけど、なんと写真撮影が OK みたいな感じで、すごい良かったです。迫力が満点でした。はい。で僕がねやっぱその個人的にすごく良かったのはやっぱりもうねこれですよ、フィンセント・ファン・ゴッホの花咲くマロニエの枝部分と、1890年に描かれたやつですね。でこのねその私すごいゴッホのね絵がベタなんですけど、あの好きでして、で何が好きってね、この鼻のね部分のその一タッチ一タッチがねすごいその筆圧というんでしょうか、なんか絵の具がねもうなんだろう、反り返ってるという反り返ってる違うな、分厚く塗りたぐられてるみたいな感じでね、そのなんだろう、一つ一つのそのタッチがねなんかすごい情熱を感じるんですよね。それを見ててなんか、ああゴッホってすげえなみたいな感じで、よく見ることがあります。はい。なんで結構ね私はゴッホのその晩年の作品が、すごい好きだったりします。あのバラの絵とかですね。はい。まああのいろんなね有名な絵はあるんですけれども、まだねあの見たことない絵もたくさんありますし、今後も見ていきたいなと思うんですけど、なんかねやっぱその芸術っていうのはね、あの行ってみないとわからないというかね、体験してみないとやっぱわかんない世界だったりするので、あの1回見に行っただけでもやっぱダメですし、その継続してね何回も何回も足を通って見ていくと、なんかすごくそのよしあしというか、なんか別にあの芸術的な人間ではないので、あの全くそのセンスのかけらもないような人間ですので、あの私みたいなもんが何を申してるのかって話ではあるんですけれども、ただなんかそういういいものに触れるっていうものはやっぱりいいことかなと。はい。あのいいものに触れたらね、すごくやっぱり自分のなんだろう、感性が磨かれるっていうわけでもないんですけど、なんかね、なんかすごいあのいい思い出になると言いますかすごいざっくりした話なんですけど、なんでね、まあ要はなんかワインもそうで、あの本当に美味しいワインを飲むとやっぱ世界が変わるんですよ。今までそのね、居酒屋とかのワインでこう飲んで美味しいなと思ってたもの人が、ある日ちゃんとしたワインを飲んだ時にめちゃめちゃ美味しいやんっていうことで、もうね大喜びしてワインの世界に入るっていうよくある話だと思いますので、なんで本当にいいものっていうのはやっぱりその出し惜しみをしちゃいかんというか、そのやっぱお金をね、高いお金払ってでもなんか経験した方が後々のなんか自分の人生にとってはいいんじゃないかなみたいなことを思っておりまして、あの美術館っていうのはすごくいいですよというあの PR じゃないな、っていうお話をしたいなと思いました。はい。僕はすごいねあの美術館ね昔からよく行くんですよ。そのゴッホ展とかも行きましたし、そのこの間やったらね、あの誰でしたっけ、北斎ですね、北斎展にも行きましたし、上野の方にもね足毛よくもすごく通ってるんですけれども、やっぱいいものを見るっていうのはいいですね。非常に楽しいです。はい。なんでまあまあ、何が面白いねって思ってね行く人もいるとは思うんですけれども、1回だけじゃなくてやっぱり2回3回とね、あの通ってるとね本当にすごいものを目の当たりにした時に、あすごげなんか絵画というか芸術ってすげえんだっていうね、あの瞬間があると思いますから、それをね大切にしてもらえればなというふうに思ったりしますと。はい。誰目線やねんってね。はい。なんか別にその僕はその芸術の専門家ではないので、誰がどうしてどうやって生きてきたとか、
あの人がなんとかだいっていう話はあんまりそんな詳しくはないんですけど、まあのんべえと一緒ですよね。そのあんまりそのワインの知識はないんですよ。で知識はなくてただ飲んでるというか、で、芸術もそこまで詳しく知らなくて、別に知ろうという努力はちょっとはするんですけど、暗記するまでもないと思ってて、ただ足毛よく通ってそのただ絵を見るっていうね、ことだけはちゃんとしようという感じで、見ていますと、はい、いやこれもすごい良かったですね。なんだっけこれ、はい、モネですね、はい、ビトユ金庫のひなげし畑っていうね、はい、このね赤いね、このね、いやほんとこのね、なんだろうな、写真じゃ伝わらないんですよね、この絵画ってね。もうその肉はなんだろう、タッチの感じとかね、あれをぜひね体験してもらいたいですね。なんだろう、なんかねめっちゃ細かく描いてるなーと思って、よく近くで見たらそんな細かく描いてないというか、なんか意外とその大胆なタッチでね描いてたりするんですけど、まあでもそれでもなんかね、うん、感じるものはあるんですよね、うん、やっぱ型やね、このやっぱりこれですよ、ルノワールさんのね作品、夏の帽子なんですけどね、もうすごいね、もう繊細なんですよね、なんかもうね全然違うんですよ。例えばこれこれはねゴッホの二人の農夫っていう作品なんですけども、タッチがもう全然違うんですよね。やっぱこの力強いなんかもう大胆なタッチと、この繊細なねもうタッチと、年はねほぼ一緒なんですよ。こっちがね1890年、こっちがね、1893年の作品でございますから、やっぱねその、まあ、流行りとかいろいろありますけれども、なんかねやっぱ全然違うんですよね、その人一人の作品っていうのは、うん、なんでまあまあぜひ今2月14日から5月7日までやってますので、見に行っていただければと思います。ねおすすめです。今のところねすごい人少なかったです。全然ガラガラでした。普通ねゴッホ展とかなんか北斎とかね、その前にもいろいろ言ってきましたけど、基本混むんですよ。すげえ混むんですよ。なんですけどね、これはね、なんか全然混んでなかった。うん。し、ゴッホ以外にもね、モネもありましたし、ゴーギャンもありましたしね。それとセザンヌもありました。はい。なので、これセザンヌだね、確かね。はい、これ。これ、ポール・セザンヌのね、赤いチョッキの少年。これもすごい良かった。はい。こういうのがね、すごいね、ガラガラでね、見れて、もう最前列で、もう本当ね好きなだけ見れたんで、これはね行く価値あるなと思いました。はい、おすすめです。はい、今日はそんな感じで取り留めのもない話をいたしましたけれども、まあまあ僕の趣味というか、そういうこともですねお話できればなと、はい、思いますので、まあご参考になれば幸いでございます。本日は以上でございます。ワインの人でございました。さよなら。